マクシム・マクシモフは、ロシアのボロネジ出身のサッカー選手。地元ボロネジのサッカースクールでサッカーを始めた。子供の頃に、ファケル・ボロネジのホームスタジアムである、セントラル・プロフソユーズ・スタジアム近くの学校に、通っていた。ファケル・ボロネジの下部組織に所属していた2012年に、コンスタンチン・サルサニア監督のもとで、ファケル・ボロネジのトップチームに参加する機会を得た。 コンスタンチン・サルサニアがファケル・ボロネジを離れる時に誘われて17歳の時にリトアニアに渡り18歳の時にアトランタスでプロサッカー選手としてのキャリアを開始したアトランタスとの契約満了後トラカイ監督で同じロシア人のオーレング・バシレンコから誘いを受け2017年4月4日にトラカイ加入が発表された同日に行われた A d ガの試合で トラカイの選手としてデビューし、全所属のアトランタス相手に8得点を記録した。同年、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、予選で6試合7得点を挙げ、予選ラウンドのトップスコアラーになった。2017年シーズンはトラカイのチーム得点王に輝いた。2017年8月31日に、マケドニアのバルダールに3年契約で移籍した。 しかし、トラカイは、マクシム・マクシモフが、同年8月30日に正当な理由なく、雇用契約を一方的に破棄し、バルダールと新しい契約を締結したとして、国際サッカー連盟に訴えた。マクシム・マクシモフは、FIFA に一時的な登録を許可され、2017から18シーズンに、プルバマケドンスカ・フドバルスカ・リーガで8得点を、 記録したが、2018から19シーズンは、出場機会が減少した。2019年4月14日に、ラトビアの RFS に加入したことが発表された。RFS で4試合0得点の成績を残していたが、同年5月27日にフ、FIFA フが FK リテリアイの訴えを認め、マクシム・マクシモフに罰金及び4ヶ月の登録禁止処分。 バルダールに罰金及び二度の遺跡市場における補強禁止処分を課したことが発表された。2019年8月28日にロシア二部フットボールナショナルリーグのトルペドモスクワと2年契約を締結した。同年9月29日に行われた第15節のネフテヒミクニジネカムスク戦で初出場10月12日に行われた第17節のスパルタクマイナスにモスクワ戦で 初得点を記録した。しかし、11月26日に、両者合意の上で、トルペド・モスクワとの契約を解除したことが発表された。トルペド・モスクワでは公式戦7試合に出場して1得点を記録した。セルビアのナプレダク・クルシェバツを経て、2020年10月に、ファケル・ボロネジに加入した。ファケル・ボロネジ加入時の監督は、 リトアニアのリテリアイ所属時にも指導を受け倒れぬバシレンコであった。同年10月24日に行われた FNL 第17節のクリリアソベトフサマーラ戦でデビューを果たし初得点を記録した。出展。ありがとうございます。